島津慶次郎島津慶次郎は、幕末から、明治時代初頭の氏族。旧佐渡原藩出身。旧藩主家出身でありながら、西南戦争では、殺軍側に加わり、戦死した。町田慶次郎名で、島津が学んだ、ニューヘイブンのカレッジエイトコマーシャル、インスティチュート安政4年、佐渡原にて誕生する。第11代佐渡原藩主、島津忠宏の三男で、 母は側室。三歳の時に過労家にあたる町田市に養子に出される。十歳の時、鹿児島に留学、翌年さらに東京に移り、かつ回収文化生となる。慶次郎の才能を見抜いた回収により推薦され、明治三年、薩摩半々比留学生として、兄、大村澄浦と共に渡米、アナポリス、ニューヘイブン、グリンブルドなどで、英語、フランス語、文学。 数学等を学ぶ。アナポリスでは、アナポリス海軍兵学校に席を置いていたこともある。留学中の明治6年、留学資格の都合上の理由で、町だけとの養子縁組を解消、島付けに復席する。明治9年4月に帰国する。明治政府では、名門の出身である慶次郎に、当時設立準備中だった、学習院のポストを準備し、意見を聞いたが、 この内容に反発式教する。反発した理由は、学習院の設立意図があまりにも旧体依然としたもので、アメリカ式の自由主義に感化されていた慶次郎に耐え難いものだったからと言われる。この時、師匠である海修に、西郷隆盛宛ての紹介状を書いてもらったことから、流星と面識を得る。郷理では、廃物希釈により、 廃寺となっていた寺を利用して、私塾を開いた。設立から3ヶ月後には、周囲の奔走により、小文校という私学校に発展する。この学校は、全寮制で、慶次郎自身も、食事当番を務めるなど、アットホームな雰囲気だったようである。ところがそれと時期を同じくして、西南戦争が勃発する。以前から、 明治政府の有志先生のやり方に反発していた、慶次郎は、家族の反対を押し切り、最後を高森の元に駆けつける。しかし、流星も、慶次郎の参戦を拒否した。理由は慶次郎が若かったことと、主家の島津氏の一族だったことなどによるとされる。しかし、慶次郎は、有志約200人と共に押しかけ参軍した。慶次郎率いる佐渡荒隊は、 熊本城攻防戦などで活躍するが、次第に、殺軍側は劣勢となり、田原坂の戦いでの殺軍の大敗北により、慶次郎は佐渡原隊と共に、宮崎に撤収した。その後、単身上京し、捨てをたどって、流星の除名や、事態の打開に努めたが、うまくいかなかった。再び郷里に戻り、殺軍に合流、江ノ岳、三体、椎葉、メラ、 小林を転々とし、最後は、城山にて戦死した。去年21。墓は、東京都渋谷区東北寺の佐渡原島付墓所。ありがとうございます。